構えから四股立ちとなって引き手大活躍。白鶴拳というのは奉七条という娘が作った拳法ですので、急所急所を攻める技が多分に含まれているものと思われます。白鶴拳はですね、ゆったりとしてやらないといけないんです。ロボットのようにカクンカクンすると、例えば鶴がたくさん舞ってるところに行ってロボットのような形で入っていくと逃げてしまいますね。だから白鳥になりきって優雅に群れて遊んでいる鶴に一緒に遊ぼうという、そのような気持ちでやられるといいんじゃないかと思います。これから行う方はパーポーレンです。このパーポーレンにはハーポーレン、パーポーレン、パープーレンというふうにいろいろな名称があります。それぞれによって型は違います。今世界大会で行われておるのはパープーレンです。これから行うのはその中の一つで、我々は呼吸法としてやっております。パープーレン呼吸法。パーポーレンの解説を行いたいと思います。構えから四股立ちとなって引き手大活躍。両腕の内受けの形を取り、小活躍から手刀、両手手刀の当てに入ります。はい、大活躍、内受けの形から小活躍、手刀打ち。それではパーポーレンの分解をしたいと思います。1本目の、はい、ここのところの分解をしたいと思います。はい、はい、うわっ